カイケル、5回3安打2失点。これがサイ・ヤング賞だ。ああ。この外への変化球はサワンズの良いお手本になりそうだな。オリックス3点目いいぞ。カイケルいけるやん。カイケル合格や。カイケルはようやっとる。安定感あるならランナー出してもゼロになるからな。カイケルナイスピッチ。おお、あれがカイケルくんか。いいね。アカンピッチャーやとここで確実に点取られてた。外先生みたいに若手にアドバイスするコーチとしての役目も期待したいわ。まあ安田みたく、どんな一流選手を師匠にしても全く意味のないやつもいるが、初回は球が高かったもんな。修正してくるのはさすがなんだろうな。やっぱり球が微妙に動いてるから捉えたと思っても芯を外されてるんだような。さすがや。サイ・ヤング賞だからてっきり速球タイプと思ってたわ。初回にこれはカンとか言ってたやつなんだったんだよ。カイケルいけると思ったよしってすごいの。早けれ良いってもんじゃないんですよ。カイケル、マリーンズが中村のチームである限りマリーンズで頑張るぞ。ご視聴ありがとうございました。